それでは昨年度行いました高齢者チェックの結果の一部についてご紹介したいと思います。ここではまず転倒について取り上げたいと思います。昨年度参加された170名の方に対して過去1年間で転倒はありましたかについて調査を行いました。その結果転倒ありと回答された方が 25%4 分の1いらっしゃったことが分かりました。 我が国におきまして、要介護が必要になる原因として、その原因として多いものの第1位が認知症、2位が脳血管疾患、3位が高齢による衰弱、4位が骨折、転倒、5位が関節疾患とされています。まさにこの転倒、それに伴う骨折というのは、高齢者が要介護になる原因として多くの割合を占めていますので、 この転倒を予防するかというのが介護予防において非常に重要な取り組みであることがわかります。また、昨年はちょうど本学における2回目の健康チェックになりましたけれども、その1年前にですね、転倒経験がある方に関して限って言えば、昨年度参加された方のうち、約40%が再度転倒していたこともわかりました。ですので、 一度転倒された方っていうのは、まあ、再度、再び転倒するリスクが高いということもわかりました。また、転倒した状況について詳しく聞いてみますと、屋内でですね、コンセントの線に引っかかった、あるいは屋外でですね、ネットに引っかかったであったり、風呂場で滑ったというような、このようにこうつまずきとか滑りというのが多くを占めていることがわかりました。 また、え、犬を抱えて玄関でつんのめったであったり、両手に荷物を持っていたっていうようなシチュエーションも報告されており、つまりこう手が塞がった状態でより転倒しやすいっていう方もいらっしゃいました。さらには、疲れてバランスを崩したであったり、ランニング中やハイキング中につまずいたということもありますので、このようにこう足が疲れてくるとですね、転倒しやすいっていう状況になりやすいこともわかりました。また、 歩行中、あるいは走行中だけではなくて、自転車による転倒転落もいらっしゃることが分かりました。自転車でよそ見をしていた、あるいは前かごに重量物を入れていてバランスを崩したのような方もいらっしゃいました。さらには、まあ、病気によるめまいが生じて転倒していた方もいらっしゃいました。そのため、それぞれのシチュエーションに応じてですね、 例えば、あまり、こう、両手に荷物を、重たいものを持ってですね、不安定になるような動作を避けるであったり、疲労する前に休憩すること、あるいはそういう時に、杖などを使うことであったり、あるいは、自転車に重たいものを持つ時は、無理して自転車をこがずに歩くことであったり、 あるいは病気によるその薬の管理であったりとか、急に目いが生じるような時に動作をせかさないようにですね、安定して行うなどの対策が必要になることがわかります。 ここでは、高齢者の介護予防において重要となるフレイルの概念について説明したいと思います。皆様はこのフレイルという言葉を聞いたことがあるでしょうかフレイルとは一般にストレスに対する回復力が低下した状態とされています。このストレスというのは、加齢、いわゆる年齢を積み重ねることで徐々に身体機能が落ちていくことであったり、 あるいはこう疾患などによって体のですね、体力がぐっと落ちるような、まあ、そういったことがストレスになりますけれども、このストレスに対する回復力が低下した、いわゆる予備能力が低下した状態をフレイルと言います。このフレイルは健康と要介護状態の中間とされており、このフレイルを経て健康から徐々にこの要介護状態になっていくというふうにされています。 一方で、このフレイルには可逆性がありますので、例えば、このフレイルの状態で、しっかり運動を行えば、またこの健康な状態に戻るというふうにされています。一方で、この要介護状態になってしまいますと、なかなかこの健康な状態に戻ることは難しくなりますので、いかにしてですね、このフレイルのにな,るならないようにですね、フレイルを予防していくかということが重要とされています。 介護が必要になる原因としまして、冒頭で述べたように、最も多いものとしては、この認知症や脳卒中、そして高齢による衰弱、これがいわゆるフレイルに該当します。そして骨折や転倒などがあります。この図で示しているのは、年齢ごとにですね、60代から90代までですね、それぞれの区分において、 介護が必要になる原因として、その割合を示しています。比較的若年者であれば、脳卒中によって介護になる方が多いのに対し、このフレイル、高齢による衰弱というのは、年齢が上がるごとにですね、その割合がどんどんと大きく増えていることがわかります。つまり、えー、高齢になるほどですね、このフレイルをいかにして予防していくかという概念が非常に重要ということになります。 それでは、ご自身がフレイルであるかどうかを評価する簡便な方法がありますので、ここで紹介したいと思います。この身体的フレイルの評価ですけれども、5つの質問でそれを評価します。1つ目は体重減少です。半年間で2、3キロ以上の体重の減少がある場合、少し要注意ということになります。また、疲労感につきましては、ここ2週間ですね、 理由もなく疲れたような感じがする場合も要注意となります。また、活動量については、定期的な軽い運動、体操、スポーツをしているかどうかということも、この質問に含まれています。また、4つ目は筋力ですね。これは握力で測りますけれども、男性では26キロ以上、女性では18キロ以上の場合は、筋力があるということになりますが、それ未満の場合、 フレイルのリスクが高いということになります。最後が歩行速度になります。1秒間に1メートル以上歩ける場合は、まあ、歩行速度が良好ということになりますが、1メートル未満の場合、歩行速度が低下ということになり、フレイルのリスクが高くなります。この5つの質問で、該当するものが0の場合が、いわゆる健常な状態。そして3つ以上の場合がフレイルということになります。 また、この評価では、該当するものが1個あるいは2個の場合は、フレイルの前段階として、プレフレイルというふうに評価することになります。ご自身でもぜひ、この5つの項目についてですね、ちょっと振り返っていただいて、ご自身がどの状態になっているかということを確認していただければと思います。では、最後に、このフレイルを予防していくのに、重要な値についても紹介したいと思います。 フレイルの予防には、まあ、当然ながら、運動ということが重要になります。中でもですね、意識していただきたいのが、運動の強度、強さということになります。一般的には、運動の強度としては、中強度の、まあ、少しこう疲れるぐらいの、息が少しこう切れるぐらいの運動が好ましいというふうにされています。この結果は、群馬県で行われた中野城研究の一部を引用していますけれども、 運動の強度としては、この中強度の活動が重要とされています。一日の活動の中で、この中強度の動作、活動というのは、早足での犬の散歩であったり、家事の動作であったり、あるいはお使いや買い物といった動作であり、なかなか日中座っているだけでは、この中強度の活動には到達しないということが言われています。一般的には、外を歩く。 ただ歩くだけではなく、できるだけこう早歩きをするであったりとか、あるいは犬の散歩をすること、あるいは自転車で乗ること、屋内での家事ですね、片付けや台所でのお仕事、あるいは掃除、男性の方であれば、これ日常の大工であったり、あるいはエレベーターを使うのではなく、少し階段を使うであったり、庭作業をする、まあ、こういった活動が中強度の活動と言われています。 ですので、座りっぱなしっていうのは健康に悪影響になりますので、日常生活の中でですね、ついつい便利にですね、いろんなエレベーターを使ったりとかですね、すぐこう公共交通機関を近いところでも使うっていうことがあるかもしれませんけれども、体調的に問題なければ、そういった少しですね、自分の足腰を使って動くっていうことが重要であるということがわかります。 では、ここでは認知機能検査の結果についてお話しさせていただきます。この健康チェックで実施している検査は、脳のいろいろな働きを全体的に見ることができるもので、記憶機能のほかに、例えば考えをまとめるといったことや、空間の認識、あとは視覚情報や、 言語の取り扱いに関する働きなどについて見ることができます。この検査は30点満点で、個人差はあるものの大体の目安として26点くらいだと認知機能に特に支障がない状態だと考えられています。 それより点数が低いとすぐに問題があるというわけではないのですが、ご自分の苦手なところや得意なところを知るきっかけになると思います。昨年は168名ものたくさんの方がこの検査を受けてくださったのですが、約半数の方が26点前後という結果でした。そしてこの認知機能検査は、 2022年と23年に継続して実施してきたのですが、その両方を受けていただいた方のうち、60歳から80歳代にまたがって、約30%の方に認知機能の改善が見られました。そこで、この次の動画では、その認知機能に改善が見られた方々の特徴について振り返ってみたいと思います。 それでは、認知機能に改善が見られた方々の特徴について振り返ってみたいと思います。その特徴というのは、認知機能検査とは別で実施している日常生活に関するアンケートから抽出したものです。今回はその特徴を大きく2つに分けてみました。まず1つ目の特徴についてですが、 体や気分の調子に関する違いが見られました。認知機能に改善が見られた方々は、普段の活動、例えば歩き回るとか、仕事や家事をするとか、余暇活動をするといった際に、体の調子がどこか悪くて困るというようなことが少なく、また気分が塞ぎ込むことも少ないという傾向が見られました。次に二つ目の特徴ですが、 周囲との関わりに関する違いが見られました。認知機能に改善が見られた方々は、友人や親戚とのお付き合いや、ご近所の中で何か役割を持っているなど、人とのつながりを重視しているという特徴が見られました。これらの結果から、認知機能の維持や改善には、身体能力や気分の上司、 さらに周囲との関わりも大切な要素として影響し合っていることが考えられますこんにちは私たちで2023年度の振り返りをさせていただきましたいかがだったでしょうか私の方からは 転倒に関する話とフレイルについて説明させていただきましたそして私の方からは認知機能についての振り返りをさせていただきましたがで年を重ねてもさらに良くなる方もおられるという結果も見えましたリハ学部で毎年この測定会をやっているのであの定期的に来ていただきたいですねはい皆様の健康に生かしていただけたらと思います それでは皆さん、頑張りましょう